地方原産の牧牛用、警備用の犬種。愛称はロッテイー。旧称はロットワイラーメッツガーフンドであるが、イメージが悪くドイツの歴史上の問題もあり、現在はロットワイラーと称される。紀元前にローマ人がもたらしたも、ロシア犬の犬が先祖である。これはもともと番犬として使われていた犬ではあるが、パワフルでかつ頭の切れる。 優れた犬たちであったため、牧牛犬として改良されて、ロットワイラーが誕生した。牛の移動方法は、イタリアのカネコルソと同じで、リーダー格の牛の頭部に怪我をさせない程度に軽く、攻撃を消しかけ、怒らせるか怯えさせることにより移動させ、それに従う、他の牛も一遍にまとめて移動させるという方法で、行われる。農場での管理だけでなく、 牛を市場へ連れて行く際にも使われ、後に牛を誘導するだけでなく、現金を守る、警備権としても使われるようになった。牛を売買するための巨額の現金が入った袋を、ロットワイラーの首輪に下げることで、主人以外の誰にも手が出せないようになり、もし現金を盗もうとする者が、ロットワイラーの首に下げられた袋を取ろうと手を伸ばすと、噛まれて容赦なく撃退される。 このことからロットワイラーは、銀行よりも安全な、生きた金庫として重宝されるようになり、世界的な不況が起こった際には、銀行から引き出した全財産をロットワイラーに託す、家族まで現れるほどであった。19世紀には、牧牛犬としての仕事が機械化されてなくなってしまうが、前述のようにガードドッグとして優れた犬種であったため、お金や家を、泥棒から守る。 警備犬として働いた。1910年に軍用犬及び警察犬として承認された。また、1870年代になると、ドーベルマンの作室に使われ、知名度がさらに上昇した。現在でもロットワイラーは、世界的な人気があり、刺激犬、ペット、小ドッグとして多く飼育されている。太鼓はオス61から69センチメートル。 メス56から64センチメートルで、体重は、オス45から59キログラム、メス40から50キログラムの大型犬。モロサスタイプの、がっしりとした、筋肉質で骨太な体格。マズルは太く短く、顎の力は強靭である。目は小さく、鼻の穴が大きい。耳は垂れ耳で、尾は 飾り毛の少ない先細りのタレオだが短く断ウすることもある。足は長いが太く指も大きく太い。背中と肩幅は広い。コートはスムースコートで毛色はブラックタン。運動量はあまり多くない。かかりやすい病気は大型犬でありがちな股関節形成不全である。また骨肉腫の発病率が比較的高い。 体重が重いため寝床には、クッションのようなものを敷いておくと床ずれを防止できる。2005から2013年の米国とカナダにおける、人間死亡事故539件中、ピットブル275件、ロットワイラー85件。米国疾病対策センターの調査によると、 米国での1979の1998年の20年間における238件の人間死亡事故のうち、ピットブル1位に次ぎ、2位に位置する。ありがとうございます。